チョコレートシロップはチョコレート風味の甘い調味料である。アイスクリームをはじめとする様々なデザートのトッピングやデザートソースとしてまた牛乳と混ぜてチョコレートミルク牛乳とアイスクリームと混ぜてアメリカンスタイルのチョコレートミルクシェイクを作るのに用いられる。ボトル容器からそのまま絞り出して食品にかけられる。薄いものからスプーンですくってかける。 濃いものまで色々な粘土のチョコレートシロップが販売されている。チョコレートシロップはプディングやケーキのトッピングとしても使用される。また、レストランでチーズケーキなどを装飾するためにココアパウダー、粉糖、チョコレートシェービングと共にチョコレートシロップをきれいに垂らして飾る例もある。チョコレートシロップにはチョコレートミルク用シロップとして販売されているものと、 アイスクリームサンデーのトッピング用として販売されているものがある。簡単なチョコレートシロップは無糖のココアパウダーと砂糖など甘味料を呼び自ら作ることができる。レシピによってはさらにコーンシロップやバクがバニラエッセンスのような香料等が含まれる。工業製品には異性化糖、コーンシロップ、水、砂糖、ココアパウダー、ソルビン酸、カリウム、塩、 モノアッシルグリセロールおよびジアッシルグリセロール、ポリソルベート60、キサンタンガム、バニリンなどが使用されている。白黒映画において、チョコレートシロップは、程よい粘土があり、俳優の口に入っても安全で、衣装に付着しても落ちやすくまた安価であるため、血のりとして用いられる場合があり、蜂女の実験室や、サイコ等の多くの映画で使用されている。ありがとうございます。